1801年、ベートーベンが30歳の時の作品だ。ピアノソナタ第13番とは対になっていて、どちらの曲も作曲者自身に幻想曲風ソナタという題名を与えられていて、いやー、なんていうか。次回、影の実力者は芸術方面でもすごいところを見せつけたい。すまない、偉大なる作曲家たちよ。